ウマズラアジはアジカに属する大型の海水魚である。インド太平洋の熱帯域に広く分布し、分布域は東アフリカからインド、インドネシア、日本、オーストラリアなどに広がっている。生魚は主に水深100メートルまでの沿岸域の岩礁やサンゴ礁に生息する一方、幼魚はエスチュアリーや海藻モバなど様々な環境で見られる。同のアジとよく似るが、 本種は頭部の輪郭がより急瞬で目の上に突出部があることなどから区別できる。最大で全長165センチメートル、体重25キログラムに達することが知られている。肉食魚で魚類や頭足類、甲殻類などを捕食する。漁業においてはそれほど重要ではないが、シンガポールでは養殖の対象になっている。ウマジは、 鈴木木アジカに属する約30の属のうちの一つ、糸引きアジ属に属する。本種はドイツの博物学者、エドワルト・リュッペルによって、1830年にシリス・インデカスという学名で初めて記載された。この時のタイプ標本は、公海で採集されたものであった。リュッペルによる記載の後、多くの博物学者が独立に本種を記載し、 ヒニス・インサーヌスやケランクス・ギャラス、そしてヒニス・モンザといった学名が本種に与えられた。リュッペルによる元気えもの地に修正を受け、まずシリアリックシース族に、そして最後に1913年にジェームズ・ダグラス・オギルビーによって糸引きアジ族に移された。この結果文献では学名はアレクティス・インデカスと表記されるようになったが、移行後の俗名、アレクティスは ラテン語における女性名詞であるため、首相名はインディカと綴るのが正しい。幼魚。すでにヒレの身長は消え始めている。大型種であり、最大で全長165センチメートル、体重25キログラムに達した記録がある。アジカの大型種に典型的な角張って強く側変した体型を持つ。特に頭部の輪郭が特徴的で目のあたりが わずかに突出することで、同族多種と区別することができる。また、同族の糸引き味などと比べて、眼下幅が広く頭部輪郭が、目の髪型から急傾斜しているため、和名の通り馬面を思わせる。背側の輪郭の方が、腹側の輪郭よりも膨らんでいる。背びれは二つの部分に分かれており、 1> 第1背びれは5から7棘、第2背びれは1棘、ゲ、18から19難情。尻びれには前方に2本の有利棘があり、それを除けば1棘、ゲ、15から16難情。胸びれは長く湾曲しており、側線の曲線部と直線部の交点を越えて、伸長している。一見して体表には、鱗がないように見えるが、近くで観察すると深く埋め込まれた。 小さな鱗があるのがわかる。側線は前方で強く湾曲する。側線の直線部には6から11の両鱗がある。おつかぶは短く、おひれはにさする。糸引き味と同様、養魚の間尻びれと背びれはフィラメント状に伸長する。本種の養魚はその他に腹びれの全部何条も長く、この点で糸引き味の養魚と区別できる。 エラハはズは31から33、椎骨数は24である。生魚の体色は上部で青緑色で、頭部で最も黒色が強く、下部では銀色になる。災害の上部には小さく不明瞭な黒縁がある。伸長する背びれと尻びれの南上部、それに加えて腹器は暗青色から黒色で、他のヒレは薄い緑色から無色透明である。 幼魚には5本から7本の幅広で垂直な黒い横帯が存在する。西オーストラリアで釣り上げられた個体。インド洋、西太平洋の熱帯域に分布する。インド洋ではマダガスカルから東アフリカ、黄海、インド沿岸に生息する。太平洋では東南アジア、中国から北は日本、台湾、南はインドネシア。 オーストラリア北部へ生息域が広がっている。生息の東源として、フランス領ポリネシアからも標本が得られている。日本においては、本州の近畿南、琉球列島で見られる。普通水深20メートルから100メートルの沿岸海域に生息するが、幼魚は氷衛星で海流に乗って生活している。可能性がある。年によって、 海流に乗り、オーストラリアのシドニーまで南方に流れ着くことがある。その際は夏をエスチュアリー内で過ごした後、水温の下がる冬になると死滅する。幼魚は南アフリカなど、他の地域でもエスチュアリーで生活する事例が知られている。他、海藻も場でも見られる。生魚は普通水深20メートルより深い岩礁や、ンゴ礁で生活する。泳いでいる様子。目の上部には、 強い突出が見られる。肉食魚で魚類やイカ、クラゲ、甲殻類などを捕食する。糸引き味と同様、幼魚の伸長したヒレは、クラゲの触手に擬態したものだと考えられており、捕食者から逃れるのに役立っていると見られる。繁殖に関しては、あまりわかっていないが、インドネシアにおける観察では、産卵が満潮と干潮の中間にあたる昼間に起こる、ことが示された。 2014年には沖縄のチュラウミ水族館で養魚の成長過程に関する詳細な観察が行われた。生息域全域で漁業においてはそれほど重要ではないが、冷裁漁業でしばしば漁獲される。浜辺での地引き網や生え縄による漁獲がそのほとんどを占める。UAE の戦死時代、あるいはもう少し新しい時代の遺跡からは本州の残骸が 他の多くのアジカ魚類の残骸と共に出土しており、本種が長らく人間にとって貴重な食料であったことがわかる。シンガポールでは小規模ながら本種の養殖が行われている。養殖魚は 1kg あたり7ドルから11ドルほどで販売され、この価格は当地では他のアジカの養殖魚と比べて同程度あるいは高値である。釣りの対象ともなる。 養魚は観賞魚として人気があるが、大きな水槽を用意し混影の際は温厚な魚種を選ぶ必要がある。ありがとうございます。